女子ゴルフの渋野子24サントリーはベイツアールキーとして2022年シーズンの戦いを終えたその戦いを振り返る連載の第3回では予選落ちが続きもどかしい時期にスポットを当てる「渋野日向子ベイツアー挑戦の軌跡3」32と優勝に一歩届かなかったロッテ選手権ハワイ州4月13から16日を終え 再び米本土へ戻り、ダイオインプラント LA オープン。同21から24日で連戦。決勝ラウンドに進出したものの、ショットが安定せず、2日目に4パットのダブルボギーがあるなど、63位に終わった。続くパロスバーデス選手権。同28日から5月1日、共にカリフォルニア州は予選落ち。ショット、パット共に制裁を変えて、 ちょっと時間が空くので少し頭と心を整理して切り替えてメジャーもあるのでそこに向けて準備していきたいと言ったその後今季国内ツアー初参戦となるブリジスストンレディス5月19から22日千葉で流れを変えたところだったが一時帰国で心身ともにリフレッシュ効果があった一方見せ場なく2日間で姿を消した 時差を伴う日米間の長距離移動後ぶっつけでメジャー第2戦全米女子オープン6月2から5日ノースカロライナ州を迎えいいところなく予選落ちレジェンド岡本彩子は試合を中継したゴルフネットワークの解説でいろいろな意味で自分なりの反省点がたくさんあったんでしょう これからどうやって修復していくのか、何をすべきなのか、明確な問題はあるのだろうけど、問題を解く鍵を見つけていない感じがしますね、と指摘した。実際、その後も、調子が上がらず、メジャー第3戦、全米女子プロ選手権。6月23から26日、メリーランド州は、予選突破後、3日目に体調不良で危険。回復し、欧州シリーズに臨んだところ、メジャー第4戦、エビアン選手権。 7月21から24日、フランス・スコットランド・オープン、同28から31日、英国は連続予選落ち、厳しい状況で2019年大会を制した英具全英女子オープン、8月4から7日に臨むことになった、渋野日向、子、仲良し、韓国先輩といったナンバーワン編成飯を解雇、キムチが向こうは、JLPAG 公式 YouTube の企画動画に、 登場日本女子プロゴルフ協会 j l p h は2日昨シーズンを戦い抜いた選手たちの素顔に迫った企画2022年振り返りカードトークを公式 YouTube に公開したレイツアーを主戦場とする渋野日向子サントリーも登場韓国の先輩ゴルファーとの交流について語っているカードを1枚選び書かれたトークテーマについて女子プロたちが語った映像 白のウェアで登場した渋野ひな子は2022年遠征先で一番美味しかったご飯がテーマになった10月に韓国に行った際2歳年上のイ・ジョンウン6韓国といった韓国料理屋を挙げたイ・ジョンウン6という先輩がいるんですけどご飯に連れて行ってもらった韓国料理屋さんが美味しかったキムチが向こうは少ししょっぱい酸っぱいかなと思いました 日本は若干甘くして食べやすくしているのかなと思った。辛さは結構辛かった。渋野日向子とジョンウン6といえば仲の良い選手として知られる。今年11月、渋野日向子が24歳の誕生日を迎えた際には佐藤優香とともに祝福。 2人に挟まれた渋野ひな子がハッピーバースデーと24の飾りがつけられたケーキを前に渋子スマイルを引けさせた写真をジョンウン6がインスタグラムのストーリー機能を使って公開していた日本では宮崎を挙げ2日連続で朝うどんを食べたと明かし狐うどんを食べたんですけど超美味しかったですと笑っていた JLPAG 公式 YouTube では この他にも数々の企画動画を公開している。新たな自分のゴルフを見つけたい。2023年、かつ南の新たな挑戦。畑岡那佐渋野日菜子ら、競合揃いの黄金世代の戦闘を常に走ってきた24歳が、いよいよ海を渡る。アマチュア時代に、KKT ハイ、バンテリンレディスを制するなど。 ツアー通算発祥の勝みなみが昨年12月に行われた旧シリーズで5位に入りレイツアーの出場権を獲得したそんな世界最高峰の舞台に挑戦する勝ちに迫る今回はアメリカに向けての準備自分でもびっくりしたという順位で出場権をつかんだ勝ちだが不安だらけですよ笑いとそのまま通用するとは思っていないこのオフに取り組まなければいけない課題は明確だ 最優先事項が100ヤード以内の精度向上。こっち、米国のコースはポイントに置いていかないといけないので、マネジメントが大事。そして、どんなに難しいコースでもパー5はあるので、そこでスコアを伸ばせるように100ヤード以内の精度を上げたいです。日本のパー5ではかなりの確率で2音できる価値も、米国に来れば3ダメ勝負となるケースも少なくない。 とはいえ、パー5で伸ばすことができなければ、好成績を残すことは難しい。そのためにも戦い方に幅を持たせる必要がある。また、武器である飛距離のあるショットについては、より正確性を求めていく。飛ばすことも大事だけど、精度も大事。そのためには、ここまで取り組んできたトレーニングにも変化をつける。今までは大きい筋肉を中心に鍛えて使ってきたけど、 細かい筋肉も動かせるようにして全身を使って可動域を広げていきたいもっと体全体全に血を巡らせるイメージですねそうすれば調子が悪くても他の筋肉も使えるしこの動動ききをやりたたいいににかせるようにしておきたい精度を上げることはもちろん長距離移動の点線で体やスイングに変化が起きた時への対応としても引き出しを増やしておく狙いがある。 その他の部分でも転戦に向けた準備も進めているキャディに関しては日本からは連れていかず現地のキャディを起用予定一度は海外のキャディさんでやってみたいなと思っていました英語も教えてもらいながら笑いと現地の雰囲気も楽しみながら戦う構え基本は母と2人で行動するが英語は向こう行って覚えようと思っていますと本場で会話をしながら身につけていく でではできる限りのの準備ををししてどんなゴルフをしたいのだろうかアメリカのファンに見せたいゴルフを聞くとうーんとしばし悩んだ後答えた日本とはまた違うゴルフになると思うんですそれを見つけに行きたいなと思います日本では飛距離が出る方ですがアメリカだと中間くらいだと思うそれ以外の強みを向こうに行って見つけたいですね負けていないけど勝てるほどの武器ではない それが自身の飛距離表。だからこそ、それ以上の何かがなければ、この先戦えない。だが、これはネガティブな意味ではなく、さらなる成長も意味している。いよいよ夢の舞台での戦いが始まるが、初戦はまだ決まっていないのが現状。アジアシリーズの出場状況次第では、日本が今年の一戦目となる可能性もある。出られるところから頑張りたいですね。 新勝南を見られるシーズンがいよいよ始まる。